はい、皆さんこんにちは、マンドリングルフィッシュです。プロ野球スプリッツ2015続きをプレイしていきたいと思います。すでに優勝を決めてまして、もう3連戦があるっていうような試合はあまりなくてですね、各チームと1回2回というふうに戦っていく、もう本当に終盤になっています。で、今日はですね、まず阪神戦で、その後広島戦と、2チームとの戦い連続してお届け、させていただきたいと思います。まずは阪神戦ですね。先発投手はメッセンジャーが相手になります。で、最近の、投稿させていただいているプロ野球スピリッツの、動画ですね、ご覧いただいている方はご存知かもしれないんですが、吉野部の方の目下の目標は、2冠王に輝くと。1冠目はホームラン、このホームランに関しては、ほぼほぼ獲得できるだろうと。で、もう一つが打点王なんですね。こっちの方が打点トップのエルドレッドと5打点差で、第2位というところにいますので、積極的なバッティングで打点を稼いでいきたいというふうに思っています。さあ、試合の方見ていきましょう。1回の表、タイガースの攻撃は大和です。では村田がさばいて、ワンアウトですね。1回の表、タイガースは0点で終わっています。代わって1回の裏、ジャイアンツの攻撃です。ノーアウトランナー1塁で、吉野ですね。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。ストレート、先ほどこれはデッドボールですね。ちょっと怒ってるなけど、メッセンジャーが謝っている。あまり見ない光景ですけど、ジャイアンツが1回の裏に3点取って、タイガースがその次の回2回の表に展開して2点リードで、高橋由伸3回の裏です。もう一押しして展開としては良くしていきたいですね。いやまだまだ見逃せばボール球かなというボールに手が出てしまいました。このスプリットは高めに外れて135キロでしたね。このスライダーは甘いボールだったんですが、空振りです。スプリットかな。ワンボールツーストライクです。なんとかバット当てました。打ちました。ピッチャーゴロです。これはストレート速いボールでしたけど、ピッチャーゴロに倒れています。その後両軍点が取れずに2点リードのまま、吉野部の第3打席。6回の裏、マウンド上は引き続きメッセンジャーです。クリーンアップから始まります。高橋がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ジャイアンツリードで迎える6回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずはどうでしょう。このスピットかなりキレイがありました。まだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。第4球目、この通りですね。これは体に近いところ、39キロのスプリットが外れて平行カウントになった。これもファウル、ストレートですね。ファウル、どうだ。すっぽ抜けたボールが甘いところに来たんですが、仕留めきれなかったか。これで平行カウント、もう一球すっぽ抜けてこないかな。インサイド落ちました。これはどうか、センターへ抜ける。これはセンター前、ピッチャーの横を抜いて、二遊間を抜けたセンター前。バッターボックスは7回の裏です。先ほどの打席は由伸の第4打席目は7回の裏、ワンアウトで回ってきました。タイガースピッチャー変わってますね。石崎、ストレート152キロ、スライダーシュート、サークルチェンジと打ちやすそうな感じがしますが、調子がどうかですね。152キロのストレート持ってます。絶好調か。ファーストランナースタート、
キャッチャー送球してホールイン成功です。結構際どいタイミングでしたね。見事に盗塁を決めた場面です。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。今のはよく見ましたね。はい、152キロのストレートが来ました。152キロ。バッターボックスの高橋、今シーズン得点圏での打率は150キロのストレートとなっています。うん、やはりクリーンアップ頼りになりますね。最後もストレートに空振り三振、ランナー返すこと。吉野部はもう退いています。試合の方はそのまま3点リードを守ったジャイアンツが勝利というゲームでしたね。吉野部は1本センター前に見事勝利を収めました。メッセンジャーの甘いボール1球来たんですけど仕留めきれずにファールにしてしまったんでもったいなかったですね。さて、クライマックス争いですね。3位と4位それぞれ見ていきますと、セリーグの方はドラゴンズヤクルトですね。3位4位それぞれで3ゲーム差と、パリーグの方はソフトバンク楽天で 2.5 ゲーム差というところですね。まだわからないですね。特に 2.5 ゲーム差だと今日もタイガース戦です。先発投手タイガースは岩本、ストレート147キロにスライダーシュート、スローカーブにフォークという持ち球の岩本が先発です。ジャイアンツの方の先発は大竹。もう残りの試合数が本当に少なくなってきてますのでここからは本当に打点を狙うんであればランナーがいる場面で確実に打点を上げるっていうのと、あとはそもそも吉野部の前にランナーをちょっと貯めてもらいたいなというところですね。これから東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦今日最低でも1打点できれば2打点3打点と上げておきたいんですがどうか。海野さん、やはり立ち上がりが表大竹の立ち上がりはフルカウントから大和に140キロのストレートで空振り三振。バッターボックス高橋、岩本は絶不調ですね。ワンアウトランナー一塁で吉野部ですが絶不調の岩本、140キロのストレートから入ってきました。さて好調ジャイアンツはこのシュートは甘いところに来ましたけど、一方のタイガースは最下位となんとか立て直したいところです。落ちる球できました。2平行カウント、平行カウント、このフォークも外れてこれでフルカウントになりました。3ボール2ストライクフルカウントになっています。フルカウントから岩本が投じるのは何か、甘いボールが来ればホームランにしたい。これはボールですね。制球定まっていません。得点圏に先制のランナー、そして4番の阿部を迎えるという場面です。ワンアウトランナー2塁1塁、まずは141キロのストレートボールです。同じ141キロのストレート振り遅れてましたね。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。なるほど、そうですか。これはセカンドライナー、一塁転送はアウト、ダブルプレー。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。握りはスライダーでしたね。お、これはワンアウトランナー三塁、打点を挙げる絶好のチャンス。1対1同点の場面で高橋由伸です。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ同点に追いつきなおも勝ち越しのチャンスを迎えています。まずはスローカーブから入ってきました。やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。やはりそうですか。3球目は何で来るか。
いやー、よし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 、1打点上げた。サードランナーがホームに帰ってきました。いいですよ、ジャイアンツ。そんなにね、いい当たりではなかったんですけど、挟んでますね、フォーク。そうですね、理想的な形ですよね。リードを取りましたが、ゲームは序盤、追加点まで1、2塁間をきっちりと破っていきました。おー、いいですね。4回の裏、ジャイアンツ4点上げて、なおワンアウトランナー3塁2塁で高橋由伸。ここは最低でも犠牲フライが欲しい。ちょっと筒井のデータ確認しましょう。ピッチャー筒井に変わってますからね。筒井、ストレート145キロにスライダー、サークルチェンジ、スローカーブにフォーク。まあ、狙い球はやっぱり遅いボールになるかな。サークルチェンジ、フォーク、スローカーブ、このあたりを狙っていきたいと思います。まずは141キロのストレートから入ってきました。これが2球目。同じようなところにインコース2球続けてストレート。さて西さん、この高橋、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。ここまでストレート、全球ストレートですね。まあそうですか。インコースの変化球見ています。歩かされたくないな。3ボールになりました。いいまっすぐですね。はい、これでフルカウント。次が勝負の1球になります。スローカーブでしたね。ファウルになります。うわー、まあ、チャンスの場面、空振り三振。打点がどうしても欲しかった。今の場面は今更ですけど、完全にミートに切り替えて、やるべきでしたね。打順は3番高橋。まずはワンアウトを取っています。どうかな、これは打ち上げました。これは大きい、伸びていく。福留、若干下がって抑えたという、まあ、レフト、ごめんなさい、ライトフライですね。由伸、もう一回回ってこないですね。残念。試合の方はジャイアンツが9対5で、勝利を収めたというゲームになりました。由伸は1打点ですね。エルドレッドが打点上げてるかどうかっていうのが気になりますけど、ワンアウトランナー3塁2塁で、空振り三振に倒れた場面、ちょっともったいなかったです。点上げてるな。あ、ごめんなさい、広島の話ですね。これはエルドレッドも間違いなく打点上げてるでしょ。130打点になってますね。ちょっと厳しくなってきたか。あ、今日は広島との一戦になります。残りの試合ですが、今日広島と、そして、あとヤクルトと2試合残してます。で、これが終わると、いよいよクライマックスシリーズに入るんですが、ジャイアンツは優勝チームになってますんで、まあ、いわゆるそのファーストステージと呼ばれる2位と3位が戦う試合の、勝者とファイナルステージを戦うと。で、さらにそのファイナルステージとは一緒のアドバンテージがジャイアンツにはありますんで、そこで、有利に試合を、クライマックスを戦ってですね、日本シリーズに出場して、日本シリーズも勝つというのが目標になります。どのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度その三振です。ジャイアンツの攻撃は1回の裏、バッターは3番高橋。現在打率は3割を上回っています。第1打席目です。
2アウトランナーありません。初球打打球はセンター丸が抑えるね。素晴らしいプレーが出ました。いいプレーだな今のは。丸すごくいいプレーでした。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは高橋。広島1点リードの場面で高橋をしたノーアウトランナー。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。非常に甘いボールでしたね今ね。ちょっと実況の方に夢中になってしまって、まだ1点差ですからね。この回でしょうね。空振りしてしまいました。打ちいっぱい、これは入っていました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。カウントは2エンツ。このカットボールが外れてフルカウントになって、フルカウントです。最後はストレート、145キロのストレートに空振り三振。ただジャイアンツの方は逆転してます。ただその後ですね、広島の方に同点に追いつかれてますが、ノーアウトランナー1塁、6回裏で高橋由伸の第3打席目です。そしてカープが栗、この2人の投げ合いとなっています。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。ボール先行です。どうかなこれは。打ちました。入るんじゃないか。入るか入るか。このいや入らないか。中間破っていきました。バッターランナーは、なんとかサードランナーというか、まあ、一塁ランナーホームまで帰ってきてほしかったな。握りはスライダーかな。さあそして打席には阿部が入っています。さあ一打勝ち越しの場面となっています。まあこの辺りでリードを奪っておけると終盤に向けての戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですよね。まあここは犠牲フライで OK ですね。そうですね。外のボール打った。さあ面白い当たりになった。さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ。サードランナーホームイン。阿部きっちりと。さあご覧いただきましょう、犠牲フライで勝ち越しに成功しました。しっかり自分の。おお、そしてエルドレッドを迎えますか。ここは抑えてほしいな。ジャイアンツヒットとフォアボールでピンチを広げています。さあ一打出れば同点という局面。このボールは外れてフォアボール、まあ、フォアボールでもいいですけどね。さあそしてバッターボックスにはノーアウトランナー満塁か。怖いバッターが続きますね。さあこのピンチ空振り三振に切って取りました。モサリオは空振り三振で、もうまだワンアウト満塁ですからね。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。自然2から田中に投じます。まあ、まだ気は抜けませんから、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面で打席には6番三遊間。まあこれはバックホームする。サードランナーがホームに。同点タイムリーですね。警戒はしていた相手なんですが、この場面で同点打を浴びてしまいました。ここで踏ん張れたらいいんですけど、ここで追いつかれました。同点です。三遊間、これはゲッツーになるぞ。二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。しかしこの回カープ同点に追いつかれた。その裏の攻撃、バッターボックスには3番高橋由伸がヒースに対します。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ナックルカーブから入ってきたヒース。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目はチェンジアップ。これが3球目。ここまで、ツーボールワンストライクですね。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。このナックルカーブも外れて3ボールワンストライク。これは顔に近いところですけど、ワンアウトからフォアボールですね。初球ボール、中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。阿部に対して2ボール1ストライクとなったヒース。このツーシームは阿部完全に振り遅れてました。最後は空振り三振。2アウトになりました。打席にはそして5番の長野を迎えます。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。1球目はストレート122キロ。第2球はナックルカーブがインコースです。外野が下がってますね。
一塁ランナー、これはどうかな、レフト前ですね。左中間へのヒット、これでマルチヒット、見事なバッティングでした。そして得点圏打率2割8分1厘のアンダーソンを迎える。ツーアウトランナー2塁1塁、この場面を生かせるかどうかで流れが変わってくるんじゃないでしょうかね。なるほど、次の1点は試合を決める1点だけど、これは1塁ランナーも帰ってくるな、2点タイムリーになります。アンダーソンの2点タイムリーヒット。これで試合が決まりました。由伸はその後退いて、5対3でジャイアンツが勝ったというゲームです。勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。いや、というわけで、今回はですね、タイガースと2連戦、その後広島との一戦をお届けしました。次回はレギュラーシーズンの最終戦になりますね、ヤクルトとの試合をお届けしていきたいと思います。そちらの方もぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。